チャオ、あちゃんです。チャオ、ボンジョールノ、あちゃんです。今日、10月3日、お弁当作り頑張りましょう。はい、眠たよ。変わるてくるわ。今日何にしようかな。今日はね、豪華に行く。これぐらい油引いた方がいいな。あっちゃん貧乏性やからさ、一回で食材を使い切らんもったいのってね。だから貧乏性やから貧乏やってるからさ、だから松茸もこまめに使うから、今日はね、お弁当に松茸を入れてあげよう。あれに。ね、明日、焼き松茸しようかって言うとってん。だから、松茸はそれで食べるんだけど、それの傘ちょっとね、取って、卵焼きに入れよう。
になった。大きくなった。卵ちょっと大きかったね。ね、やっぱり大きいのができた。もうふわふわで美味しそうやな。温度が高くてね、油が多いとふわふわになるね。松茸にチーズ入れたかったかな。松茸は松茸食べたよね。綺麗なこういう卵焼きよりもうちの子にちょっと焦げが入った方がいいらしいわ。あっちもせえへん。どっちかってちょっとこう焦げや焦げ身が入った方が好きやねんけど、ね、よいしょ。おいい感じ。めっちゃでっかいやん今日の。下がね、まっすぐ食べへんからもったいないね。こんな美味しい、ね、洗濯が終わった。夜中中ご苦労様。洗濯機さんがね、夜中に洗濯して頑張ってくれるからね。ちょっと寝てる間に、入れすぎたかな。出ていかんのあんの今日はちゃん。だから用事があってね、忙しいからね、お弁当作ってね。今日は車中飯とかできへんと思うね。おうち飯になると思うね。
か、冷たいね。下準備玉ねぎと玉ねぎと人参さっき入れておきます。お野菜をちょっと食べます。Thank you.
ちょっと取ってきます。でここでね、ちょっとだけ油ひ、あんまりいらんねんけど、ちょっとだけ油ひいて、牛肉、ちょっとどれかな。ピーマンの赤ピーマンと緑ピーマンを上田口に一緒に並べてもらいます。でお肉ね、お弁当用やから赤身がなくなるまで炒めていきます。お弁当に量は危険なんでね。たまには牛肉ね、あるんじゃないのかなと。
お弁当だね。あれ、今日来たの？うん。入れたら結構野菜が家に来ていいね。入れる順番間違うとね。野菜が家に来えへんかったら風味が悪い。
まいたけ。まいたけ美味しいって喜んでくれたかな。で、食べやすいバター大きな、今大きいとね、小分けの方がお弁当で入れやすいからね。寝ぼけてんのかな、やっぱり。こういう雑貨、ほんまに小分けにしたはずやのに、繋がってるよ。マイタケポン酢も美味しいんだけどね、今回ちょっと高級にしましょう。高級アレンジ。白ワインのちょびっと、ほんのちょびっと、香り付けね、これは小さじ1ぐらいで、バルサミコ、これも小さじ1ぐらい、これだけで結構美味しいはずやね。味は薄いかもわからんけど、ね、うん、いい風味が出てる。味は薄いよ。まず醤油、あ、これもすげえ甘かった。いや、かつお節を入れこう。めちゃ美味しい。で、最後にごま。ごまをね、一つまみぐらい。これで風味が増すからね。はい、OK。
で3回分ぐらい作れちゃうかな。3回分ぐらいできました。では卵を切っていきましょう。まず竹入りです。まず竹入りよいしょ。チーズ入れたかったかもから、おお、松茸の香りがすごい。あんまり色がなんともやけど、微妙やけど香りすごいよ。よっでは煮詰めていきましょうかね。松茸入れたんか。これが美味しかったらしい。チーズのやつ美味しかったよって。最後に煮たのかな今で、実際に自分のを詰めていきましょう。これキュッとちょっと入れすぎたかもわからんな。
形が悪いわ。まあいいわ。よいしょ。チーズ巻きポテト、ちょっと出てるやん。出やんようにあれしたらなんだろう。500ワットにしたのに、500ワットで短めでしたね。冷食をいっぱい使っちゃいました。これでできるかな。はい。よいしょ。はい、できました。今日焼肉弁当、松茸入り、まあ、卵焼き、ね、肉巻きポテトとチーズ巻きポテト、あ、ちょっと待って、肉巻きポテトとチーズ、肉巻きチーズ、でハムカツ、チーズハムカツ、で、舞茸の、バター、醤油、バルサミコ、炒め、何でもいいや、と、チーズウインナーです。はい、なっちゃんも、こんな感じで詰めてみました。がでしたでしょうか。今日はこんな感じです。はい、ということで今日のあっちゃんのお弁当作りこの辺で終わりにしたいと思います。今日はねちょっとねだいたいいい感じの時間です。そろそろ起こして、準備させればいいかな、ちょっと余裕あるかなぐらいの時間でした。朝からねちょっとね松茸の香りを嗅いで松茸を入れてあげることでねちょっとリッチなお弁当な気分になってもらえれば嬉しいなと思って作ってみました。あっちゃんは今日お出かけするからねちょっとお弁当作っといた方がもう作る時間も楽でいいんでね一緒に作っておきました。はい、ということで、今日何日目かも分からへんけどもねあっちゃんの弁当作りこの辺で終わりにしたいと思います。今日も見てもらってありがとうございます。
な、分かれ、今日も一日ね、楽しくいい日でありますように。なっちゃんもね、ちょっと今日、用事が出て、昼からね、1時過ぎから出ていかんなんからね、いつも1時ぐらいからゆっくりご飯食べるんだけど、それができへんのね、あの弁当にしたけども、まあ、弁当も楽でいいしね、別に車中飯行くわけでもなく、部屋で食べてもね、いいかなと思って、まあ、楽しくやりたいと思います。はい、では、またね。今日のあっちゃんのお弁当作り良かったよと思ってくれたら高評価をで応援コメントチャンネル登録してこれから見てくれたら嬉しいです。ではまたね、バイバイ。